これは美味しいお酒に合う乾杯グルメに喜びを感じるある主婦の物語。その主婦とはあさみさんです。それでは主婦あさみの乾杯グルメシーズン3スタート。おー、いいね、かわいい、いいよ、いい表情だよ。はい、こちらも表情ください。あー、いい、いい、最高です、かわいいです。今日はかわいいみすずちゃんとインスタ映え撮影会。旦那のリュウタはインスタ映えに興味ないから女子水入らずで楽しんじゃってます。さん、この角度も最高ですよ。ほんとだ、かわいい。今日の主役はドラゴンフルーツで彩ったトロピカル巻き寿司ちゃんです。はあ、カラフルなピンクだこと、かわいい。あさみさん、写真もだいぶ撮ったし、そろそろ食べますか？そうだね、食べよう食べよう。いただきます。うわー、おいしそう。どれどれ。おいしい。癖がなくて食べやすいです。でしょ、見た目も味もいいでしょう。ドラゴンフルーツのピンクでカラフルにしてるんだけどね、実はドラゴンフルーツは味の邪魔をしないんだよ。細かく切ったドラゴンフルーツを酢飯全体がピンク色になるまで混ぜればインスタ映え手巻き寿司になるんです。今度私も作ってみようっと。それではインスタ映え手巻き寿司に乾杯。ノンアルにも合いますな。さあ、私も食べよう食べよう。食べてるあさみさん、はい、映えました。はい、かわいい。はい、良いです。この放送は美味しいグルメにはやっぱりアサヒドライゼロ、アサヒビールの提供でお送りしました。